年のいつからか風呂入ってなくてで髪の毛をなんか結んでて、それがもうほどけなくなって、美容室、めちゃめちゃで美容室がみんな切ってくれた。美容室行ったらもうこれをなんかほどくの無理だからって切ったんでしょ、しょうがなく。そうです。でもそのうち長くなると思います。あ、バカと思う。私は短いの嫌いなんです。はい、すごい。うん、はい、とりあえず選挙、東京、いや選挙なんか行かないよ。あ、風船どうも。あよっちゃんさっからのみ、おわいがおわいがおわいがアラムの素敵はウィドゼビルゲイツソフトバンクサンパタシあれです特別とクマシャンです。選挙なんて僕は行かないですから。慎吾、選挙行ってこうよ、うん、選挙なんか行かないよ。記録残るから。だから、うん、あの町長選が今やってるんだよ。出た出た。だ選挙なんか行かないよ。大沢健さんと、あとはなんだっけ。だ俺は応援してる人がいないから。関口正隆さん。今はだ俺は別に応援してる人いないの。応援してる人行ったら行くけど。別にこの町長だから。だ別にこの人になってほしいってないもん。役場の町長さんだから。だから俺は別にこの人にね。短いでしょ町長さんは。選挙ってのはね、自分の意思表示なのよ。この人になってよ、町長になってほしいっていうその意思なのよ。俺はないのよそれが。だって別にその人が誰がなろうが別に俺のなんか生活が劇的に変わるわけじゃないし、変わってるよねあんたね。結局違うよ。当選した人の人生が変わるだけやん、劇的に。そうでしょ。当選し町長になったらだって月収50万ぐらいもらえるじゃん。その人が恩恵受けれるだけで、俺ら別に恩恵ないじゃん全然。そんなものに投票を別に応援したいっていう気持ちがないの。そんなものって町を守って発展させてくれてるんじゃねえの町長さんって。近いんじゃないの、短いんじゃないの。あとね、あれなのよ結局ね。だからさ、そのね、じゃあ長瀞町に住んでる人が、じゃあこの人になってほしいなって人が投票するわけや。でも俺は別に誰がなっても俺関係ないの。俺別に興味ないから。変わってるよねあんた、ね、変わってないわすごい変わってるあんた。だから俺みたいなね、あんたみたいな。だから選挙行って ね選挙行って、そんな別にとりあえず自分の評価を気にして、とりあえず誰でもいいから入れとけっていうゴミみたいな票よ。その票のせいで、その一票のせいで、もしだよ、一票差で本来なるべきみんなに応援されてる人が、その人がもし俺のゴミみたいな票で抜いちゃったらどうするのって。本来なるべき人がなれなくなるのよ。それってその票ってしない方がいいのよ。本来みんなが応援して本当にここの底からこの人になってほしいっていう票が集まった人がなるべきなの。俺はそういう人が一人もいないのよ。うん、だそんな俺の一票でその本来なるべき人がいなくなっ、あのなんだ、町長になれなかったらね、じゃあ立派に俺ちゃんとして考えがあっていかないんだよ。反対から反対から。そうじゃねえんだよな。あの俺はいろいろ経験したけど、うん、選挙東京じゃなかったら、あの役場の人がな、うん、こう言ったのよ、うん、いろいろね、あのそれはあの選ぶのはあれだけど、参加して投票するね、うん、町のためのあれなんだから。そうそう、ね、短い間ね。だから投票する人によって違うんだから。何を言ってる、何を言ってるか分かんない。分かんない。であとね、あの役場で記録が残る、残るから。で別にその記録が残ったところで別に俺の生活何も変わんないもんだって。変わんないかい変わんないじゃんだから何が変わんない。お前税金がどうしたん。何にも変わんないやんそんなの。税金どうした、誰に払った。いや税金とか関係ないじゃん別に。それそれ俺が払ってなかったか。200だ別に。だってさ、その税金の話関係ないじゃんそれ。町長が誰になろうが、町長が誰になろうが変わんないじゃん別に。そうじゃね、過去残るかね。残る。ずっといかないっていうのはね、いい加減な人間だって。だ別に残ったって言えば別に変わんないもんだって。だから他で済んだったらいいよ。そうだよ、他のどこならいいよ。絶対来るんだから。ほんと残るよ。親もよく言った、じいちゃんばあちゃんが、行かないと残るからって。か、あのあれ、だから別に残ったところでじゃあ 俺の人生何変わんのって話。今の町長さんは大沢健さんつう人で、だからね、だから何回も言うけど、何回も言うけど、俺別に誰がなっても俺別に興味ないのよ。ちょっと八百吉の娘さんな、うん、ほんで俺とみっちゃんで、あの前ね、あの申告行ったことがあるの。その時武井さんはまだ町長じゃなかったので、隣にいたんよ。置いたら関さん、関さんのお父さんはあれ吉野さんの弟さんなんだってねって言うんだよ。
あれなんで慶喜さん知ってるんですかって言ったら、私皆子だし慶喜さんよく知ってるよ、牛を飼っててって言うから、だから慶喜さんつはうちのじいちゃんのお兄さんよ、だから俺武井さん、あ、こんな、あ、うちのじいちゃんのことをこう知ってるんだと思って、大田原応援したいなと思うよ私。あ、そうなんや、うん、だってそうでしょ、おじいちゃんのことを知ってるからなんで応援したいの、親近感が湧くってこと。うん、吉野部さんを知ってて、ね、その吉野部って人がおじいちゃんを知ってたってこと。関一さんっていうのは、うん、あれなんだってね、吉野部さんの弟さんなんだってねって。ああ、遠く見るものが、お前がお前がお前がラブロセキュアイドゼビーディソフトバンクソマシャンパタワダス、ありがとうございますね。その何がしたいの。だから私竹井さんに入れたいなと思うけどいけないの。じゃあ俺は、じゃあ分かった、じゃあその話聞いたから、じゃあ俺は武井さんに入れに行くよ。ほんと？僕はおじいちゃん大好きだったから、うん、吉江さんのことは嫌いだけどおじいちゃんは大好きだったから、じゃあ行ってくる今。おじいちゃんのことを知ってくれてるんだったら、そう、俺はおじいちゃん好きだから、うん、じゃあ今気持ち変わりました、俺武井さんに入れます。じゃあ、あ、本当に、じゃあ、うん、じゃあこれちょっと待って、じゃあ今これ選挙権やるからよ、おじいちゃんも喜んでるよ、おじいちゃんだって関武一って分かんねえじゃねえ、向こうに来たんだから。そしたら慶喜さんのあれ弟さんなんだってねって武井さんが言ってくれたんよ。と思ってさ、そしたら武井さん今ずっと町長さんやってるじゃん。ほんで今度は候補者があるから成功になっちゃったの、うん、あの一人上がんなければ武井さんがまだ、あ、バーガーどうも。で、慶喜さんは行かないよ。私行けないでしょこれじゃ、この足で乗れないでしょ、逃げないよこんなんで。だから言ってきてくれたんだ、あいつが足が悪くって。これね、あ、くまさんどうも、みほんさん、逃げないでしょこれ、医者行くんだってやっとなんだから、ほら杖ついていければ行くよ、だから逃げないんだよ、だから言ってきてくれたって、足が悪くて逃げねえから、じゃあ入れてきてくれる、しんご、おじいちゃん、おじいちゃんのあれだから、慶喜さんっていえば有名だからね、牛飼ってて、あれなんで知ってるんですかって言ったら、慶喜さんよく知ってるよなんて、私だって生まれが皆野だもんって。あ、いいね、ここどうも、八百吉の娘さんなんだよ、うん、あ、そうなんや、うん、今あそこ井戸に住んでるの。ほら、あ、風船どうも。で、町長さんとは信号短いでしょ、役場のあれ、ね、あの町会議員の言ってよ、じいちゃん、じいちゃんが好きだから言って。そうか、単純だなお前かね。単純っていうか、まあ、基本的だから自分の意思だから。そうか、なんてはいない。じいちゃんが好きだったから言うと、吉野さんのあれだね、ねねって竹井さんが言ったから。俺だけは言えねえけどな、これで言ってもしょうがねえから、あそこ降りたいねし。だから言ってあるか、せはねえよ。うん、あ、風船10個どうも。いや別にね、単純とか単純じゃないとか関係ないのよね、複雑とか。結局自分が応援した人がいるかいないからね。これどうにやるの？ちょっと教えてやってよ、慎吾に。ねえ。あ、ハートどうも。ねこれ、ね、それはいつまでに行かなきゃいけないの？今日だよ。今日までなの？うん、今日が選挙な。だからでも別に今日だけじゃないでしょ。何日か。今日だけなんだよ。あ、そうなの？今日が今まで待ってたんだよ、選挙のあれで。え、今日だけなんですか？今日が選挙日な。ほんで告知があると、ほら誰々お願いします、誰々お願いしますって待ってたんだよずっと。今日が選挙な。あ、バーガーどうも。ねえ、これどうにやるの教えてよ。ねえ、そっち。で、どうすればいいのでは。よ、別に行けばいいだけで、おじさん行けば教えてくれでしょ。ちょっと来て、どうにやるのこれ教えてよ、切り方。いや、俺が吉江さんの分も投票することは多分無理だよね、本人行かないと。わかんない、聞いてみ。信号が私を投票するのは無理なん。聞いてみる、言って。何が？慎吾がね、うん、行って、私が歩けねえから、